今回は au の2013年夏モデルの発表会特集なんですけども、はい、行っていいでしょうか。ダメですって言っても行くでしょ。行かなきゃダメですよね、うん、じゃあ行きましょう。ホーリー高之の携帯しようぜ発表会特集です。今回は au の2013年夏モデル発表会ということで行ってもらいたいんですけども、あ、なるほど、はい、ということですね、はい、まあ、今年の夏モデルはソフトバンクが最初に発表会をやって、その後15日にドコモが発表会をやりました、はい、前回お届けしましたけども、はい、で今回は、au ということになります、うん、5月の20日に発表会が行われたんですが、まあ、ちょっと内容は、ね、順次これからご紹介していきますけれども、まあ、3番目の発表ということもあるんですけども、原稿に書いた話にも若干そのおさらい的にはなるんですけど、まあ、この1年間、はい、周りを見ててもそうだけど、結構 au って割と話題になってた感があるよね、イケてた感と言っちゃ変ですけども、うんうん、あのスマートバリューなので、はい、何光 au 光引いてる人とか、定型の光ファイバーもしくはケーブルテレビ入ってる人は安く使えますよとか、うん、スマートパスでアプリ自由に落とせるだよとか、割と気軽に楽しめるっていうプラスもあったりして、うん、はい、結構そういう意味で言うと、au のこの、これは実はあの大元は 3M 戦略っていう au っていうか KDI の戦略があるんですけど、うん、この中でスマートパスポート構想っていうのがあって、まあこう今まで広げてきましたと、うん、インターネットのオープンな世界っていうのを、うん、まあまあ、スマートフォンをはじめとしてパソコンとかいろんなものでまあアクセスできるようにしましょうっていうお話なんですけども、はい、やってきたのは良かったんですけど、うん、そうじゃなくていろんなサービスも出てきたし、みんなにこう割と定着してきたのもあるので、ちょっと新しいことやりましょうと、はい、で最近ほらまたあの CM も結構なんか、うん、結構いろんなのが出てくるし、この前もなんだっけ、あの増上寺かなんかで1月にあのキャリーパミューパミューさんのライブ話やったりとかっていうのはありましたと、はい、でだからかなりその攻める形でいろいろやってきたというのはあるんですけども、うんうん、ただまあそういう形で普及をしてきたので、実はまあ au の中の、スマートフォンの比率っていうのがおそらくそう遠くない時期、まあ、多分来年かもしくは今年の半ばぐらいには 50% いくんじゃないかと、はい、本当ですか、うん、でまあ、これ AU さんがおっしゃってるね、 KDI さんがおっしゃってる話なんで、はいはい、まあ、本当かどうか分かんないですけども、はい、まあでも実際その集計とか見ると今30何パーセントぐらいかまではいってるらしいので、じゃあやっぱりこれからはちょっと違う方向でいかないといけないですよね、要するに今まではスマートフォンが欲しいっていうんで、じゃあなんかいろいろご用意しますって形でスマートフォン並べてきたんだけど、持ってる人がいるわけだから、そうですよね、まあ、その持ってる人のために何かを提供しましょうっていうんで、今回からはちょっとそのスマートフォンが欲しいから、このスマートフォンで何かがやりたい、うん、ちょっと、まあ、シフトしましょうと、うん、でそれやりたいをするために皆さんをこういろいろサポートしていくっていうのが今回のその、彼らの発表のテーマということになります。2013年の au さんは、スマートフォンを使いこなすをサポートするキャリアになりたいと、持ってるだけじゃなくて、もう使いこなせると、使いこなせるようになってもらえるようにこうサポートしていきますよと、構想の中でまあ CM 戦略第2弾ということでスマートリレーションズ構想っていうのをやっていくんですけども、うん、じゃあまあそんな感じでですね、はい、いろいろやるんですが、はい、そんなご託戦たくさん並べてもしょうがないんで、あのとりあえずその前に端末どないやねんっていう話をしましょうということで、うん、順番にご紹介するんですが、今回発表された端末っていうのがスマートフォン4機種4つしかないってことですか。夏モデル4機種少なくないですか先生。ソフトバンクが9機種でドコモが11機種ですから、うん、それは当然バランスから考えたら少ないよねみたいな、いろいろ事情はあるみたいですけど、はい、なんですけど、まあこれはちょっとあの後でちょっと後でご説明しますけども、まああのちょっといろいろな事情が、僕の推測とするところでいろんな事情があるみたいで4つになりましたと。それでも4機種、まあそれでもじゃ変ですけども4機種だけども、すごいのが4機種入ってると。一応一つ目なんですけども、はい、一番まあ主力の機種的な扱いになるんだと思うんですけども、 HTC と新機種が出てきます。 HTC J1 という機種なんですよ、まあ、こういうカタログの機種なんですけど、はい、HTC J1、はい、HTC って知ってる？過去にやってるんですよ。名前は知ってる、はい、名前は知ってる。どこの国？わかんない。台湾なんですけど、台湾は国と地域という言い方しますけどね、あのまあ要するにあの、まあ、あの台湾のメーカーなんですけども、はい、こういうのが出てきます。で、まあ、あんまりちょっとイメージ湧かないですよね。そうですね。HTC と、なかなかキャリーパミパミより難しいかもしれないな。HTC
HTC。 HTC さんはですね、はい、要するにもともとスマートフォンが、はい、いろんなその世界各国のメーカーさんから依頼を受けてスマートフォンを作って供給する、要するに自分のところでは売らないで、うん、裏方さんとしての会社が一番最初はあったんですよ、うん、でそれがだんだんこうスマートフォンが注目されるようになってきて、表舞台に出てくるようになってきて、自社のブランドも売るようになってきて、日本ではソフトバンクも扱い、うん、ドコモもちょっと昔に扱いで、今は au と一緒にやってると、うんうん、でここ あのトップのピーター・チョウという人がいるんですけど、その方と KDI の田中社長も結構古くからの知り合いだっていうのもあって、はい、まあ、結構行き来が活発になってきて、今この HTC というのも去年から言うといくつか HTC もそうだし、例 のインフォは新しいですね、はい、うん、あれもあの HTC 製ですけども、たくさん出てきてるということで、うん、こういうモデルが出てきます。じゃあ現物をねっていう話で、現物のお話をさせていただきますが、こちらのモデルがその HTC J1 というモデルなんですけど、もともと海外グローバル向けに HTC1 っていうのを今年の2月に発表しています、うん、このモデルをベースに日本の仕様を入れ込みました。なんかワンセグと、うん、お財布携帯を入れましたと。防水は残念ながらないです。はい、で結構デザイン的にはソリッドな感じで、うん、フルメタルボディ、メタルアルミなんですね、はい、なので本当にあの男の子の持ち物っていうか、うん、かっこいいって感じの、うんうん、まあ、いわゆるデバイスらしいデバイスって感じがしてですね、かなり面白い、存在感がある端末で、うん、これはブラックなんですけど、もう一つシルバーもあって、シルバーの方は割とこう明るめに見えるんで、もうちょっとよりソリッド感が強く出ます。ちなみにアルミのボディでこういうのを作るのって、結構金属で作るのってかなり実は難しくて、なぜかというとスマートフォンの中ってたくさんアンテナがあるんで、周りに金属があると干渉してうまく動かないんですけど、そこはやっぱり技術のなせる技で、まあ、かなりうまくまとめてきましたねっていう感じで、持った感じもちょっと重めではあるんですけども、非常にかっこいい持ち物という感じがしますが、でいろいろネタはあるんですが、一つ非常に面白いのはこのカメラなんですけど、うん、カメラ、はい、これカメラ実はね、はい、400万画素なんですよ。え400万画素、うん、えインカメラ、いやいやいや、外側のカメラ、外側のカメラが、うん、最近インカメラ200万画素ぐらいあるけど、これ、はい、アウトが400、だって今や1300万画素が、まあ、とかそういう時代ですよね、当たり前ですよね、はい、なんですけど400万ですが、カメラの好きな人だと多分ご存知だと思うんですけども、一般的にこういうカメラ、まあ皆さん今見てらっしゃる映像もうちの番組のスタッフがそのカメラで我々撮っていただいてるんですが、カメラってここにこう、まあ、レンズがあって、その中に実はセンサー、ずっと奥埋まったのセンサーがあるんです、はい、とここに入ってくるこの光を受けて、中のセンサーで受けて、それを受けたものを信号に変えてこういう様子ですよっていうのを再現してるわけだけど、そのセンサーの大きさって、要するにそのスマートフォン用のやつってすんげえちっちゃいんですよ。ちっちゃいから入ってくる光の量も当然少ないんだけど、うんうん、でまあ、そこに小さい画素が並んでます、はい、ところが例えば皆さんが今見てらっしゃる映像を撮ってるこの例えばビデオカメラだったりとか、はい、あるいは最近の要するにデジタルカメラだったりとかを見ると、うんうん、もうちょっと大きなセンサーがついてる、うん、これに搭載するのも画素数を上げるんじゃなくて、うん、センサーそのもののサイズをちょっと考え直して、うん、センサーを大きくしてよりたくさんの光を取り込むようにして作ったらどうですかと。要するにスマートフォンでもともと撮るって言ってもデジタル一眼みたいなすげえものを撮るわけじゃないし、もともとレンズもそんなに、うん、まあ、明るいのがかなり増えてきたけど、うん、ズームレンズとか使ってるわけでもないので、うん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 、だからまあそれはなんか適したサイズがあるんじゃないのっていうんで、 HTC 側がその導き出したのは、じゃあセンサーを大きくしたこの、400万画素の、HTC ウルトラピクセルカメラというんですけども、はい、今回の、これに搭載されてるセンサーは実は、はい、そういうことで画素の大きさを稼ぐことによって、うん、従来に比べて 300%、うん、3倍の、光を取り込みますと、うん、ノイズも 50% 抑えますということで、はい、まあ、暗いところでも、写真が、綺麗に撮れますと。もう一つは、はい、この、まあ、カメラを生かしたモードとして、カメラのモードとして、うん、HTC ゾエというですね、うん、カメラのモードがあります。でこれ何やってるかというと、はい、シャッターを押す1秒前から4秒間20枚の写真と、シャッターを押してから3秒のフル HD を1回のシャッターを押すだけで撮ります。要するに簡単に言うと、シャッターを押しますと、はい、押すちょっと前の写真、うんうんうん、スチールを何枚かと、押してから後の数秒の動画をまとめてポンと撮ってますと。それで、自分で必要なベストな1コマを選んで写真を撮ることができます。連写してるのと、まあ、それに近いですね、近いですね。もう一つは
例えば集合写真でわーいとかってやるんだけど、はい、わーいってやっても一人は目つぶってて一人は目開いてみたいなことあるので、うんうんね、それをまあ 顔とかその目のところのデータをまあ変えることによって、うん、全員がにっこり笑って目を開いてる写真を作ったりとか、まあ、そういうこともできるので、はい、これもなかなか面白いあの機能ではないのかなと思います、はい、あともう一つ特徴的なのは、まあ、ちょっとハードに関わる話ですけど、まあ、前面にねこうやって見ると、まあ、大体スマートフォン のこのスピーカーって周りに着信を知らせる関係まで通常大体裏側についてるんですけど、実はこの人はあの映像コンテンツを楽したりするためにディスプレイの両サイドに実はスピーカーが埋まってます、うん、ですんで、結構音がいいです。あともう一つは今この画面出てますけれども、写真みたいなこうなんかグラビア雑誌みたいなとこうやってなってるのは、うん、これ何かっていうと、はい、HTC ブリンクフィードって言って、まあ、簡単に言うとスマートフォンを使ってる時ってなんかニュースとかニュースサイト見たり新聞見たりとか個人の SNS とかよく見たりするじゃないですかね。そういうのをここにグラフィックで表示してあげると、で例えばここでなんか気になるなと思ったらレノボ第4四半期の純利益はほぼ倍増みたいな、ビッて開くとこうやって派手でロイターのニュースがこうやって出てくるみたいな感じになるので、ニュース見たりするのは非常にいいのかなと。で当然ここの中には au さんがコンテンツとして提供するものも含まれていくそうなので、楽しめる要素はあるのかなと、はい、いう感じでございます。まあ、かっこいい、大人の持ち物っていう感じの、HTC J1 でございます、はいはい、じゃあ続いてまだ3機種あるんで先生、はい、3機種もあります、ね、3機種も、はい、しばしお待ちください、はい、次お願いします、はい。はい、先生続いてお願いします、はいはい、続いてはですねこちらです、はい、ソニーモバイルですけれども、はい、Xperia の UL になります、うん、SOL22 かな、はい、となりますけれども、簡単に言ってしまうとあのバルセロナモバイルワールドコングレスの直後、まあ、会期中かなに KDI の関係者が一応うちでも Xperia Z 出しますよという話がまあ伝わってきて、それはどれだったかというのが実はこれが正体ということ で、うんはい、でじゃあそのどこに出してる Xperia Z と比べて全く同じものなのかというと実は全然違っていて、基本的にスペックとかよく似てるんですけども、はい、結構いろいろ違うところがあります、はい、で半分はそのドコモが夏モデルで出した Xperia Ace、うんの、要素も若干取り込んでいるような感じで、エースと Z を合わせて2で割るとこんな感じみたいな感じだと思いますけども、スペック的にはかなり、ハイスペックのモデルで、まあ、こういう形で正面こんな感じです。で背面側は実は Xperia Z は両面グラスだったんですけど、はい、こっち側はちょっと違います。だから背面が少しマットなこうカーブがかかってる構造なんですけど、これはですねぜひちょっとあの発車にですねこの触っていただきたいんですけど、はい、こっちがね、はい、おお何これ触り心地がめっちゃいいんですけど、残念ながら触り心地をお伝えできないんですが、あ気持ちいい、このなんかあのちょっとしっとり感のあるマット、うん、マットぜひ店頭であの製品版でも木目でぜひ触ってみると、はい、しばらくこうしてたくなりますので、はい、であとサイドにあのカメラキーがついてますんで、はい、こうですねサイドにカメラキーついてますんで、まあ、カメラをすぐ起動することができて、うん、まあ、撮れますよと。でちなみに今はやりませんけれども、はい、もう発表会のタッチアンドドライコーナーでは全員がやっていたんですけど、はい、これあの、まあ、秒間15枚の連写ができるんでひたすらみんな撮りまくってました。メモリーカードなくなるまでずっと撮られるそうなのでずっと撮ってましたから、まあ、それもまあ一つ遊びとしてはありなのかなと。ディスプレイも、5インチで、フルHDということで、はい、かなりハイスペックのモデルになっています、うん、モバイルブラビエンジンも搭載してますし、はい、当然、ソニーモバイルのいわゆるあの例えばウォークマンアプリとか、うん、その他のものもきっちり入ってますと。内容的には一番多分充実したモデルじゃないのかなという気がします、はい、ソニーらしい仕上がりの、はい、Xperia UL です、はいはい、次に行きます、はいはい、次はですね今度は残念ながらあのモックアップしかなくて、まだあの開発中でモックアップしかなくてですね、はい、ちょっとだいぶモックアップがあの傷もあったりするんですけども、あのアクオソンセリエです、はい、これは何かというとドコモ向けにも出てますがイグゾー搭載の、うんうん、イグゾー搭載液晶の、スマートフォン、どこまで出てくるのゼータです。ゼータ、まあ、イグゾー搭載です、まあ、同じようにこれも、イグゾー搭載のモデルなんですが、これに、大イグゾーの技術と、それから 3080mm の、大容量バッテリー、さらには、うん、昔からご紹介しました、はい、シャープ のいわゆるエコ技ですね、うんうん、でこれを組み合わせることで、もうバッチリ、長時間使えますよと、はい、au側としては、うん、あの向こうが2日だからじゃあうちは3日だって言ってるそうなんで、まあでも実際かなり本当に3日もそうかな、まあ、持つんかいなみたいな話もあるんですが、うん、それぐらい
非常に、エグオみたいな、そういうベタなところでいいのかどうかわかんないですけど、そうなんですけども、まあかなり、電池の持ちはいいと。背面側なんですけど、まあ、カメラがあって、カメラに関しては、これはドコモ向けでも同じことなんですけど、まあ、F1.9 と非常に明るいレンズが採用されています、それからあと、まあ、これはモックなんで何もできないんですけど、例えばこれが画面オフの時にピュッとなじると画面がスリープから起きたりとか、例えばこうコンコンってこう叩いて起こしたりとか、いろいろね、こう面白い使うための機能が結構たくさん入っています、はい、でちょっと発売がですね、一応確か7月下旬以降なので少しお待ちいただく必要はありますけれども、ね、はい、画面がですね、さっき言ったイグゾーなんですけど、これあの HD なんで、うん、フル HD ではないので、そこだけちょっと要注意かな、はい、でもまあボス防止には対応してますし、うん、あのサイズも 4.9 インチとかなりでかいので、うん、ロングライフで使いたい方には結構強力なパートナーになるんではないのかなということで、7月下旬あたりに出るので、ちょっとこれをお楽しみという格好でございます、うん、そして、はい、最後の機種ですか。最後の機種ですけれども、はい、ようやく4機種目たどり着きましたって感じでございますが、これはもうね、見ていただくと分かりますけれども、アルバーノです。 au のラインナップの中でいうと、まあ、いわゆるシニア向け、大人向けのスマートフォンとして、まあ、従来携帯の時代もアルバーノのブランドを使ってましたけども、今回もアルバーノということ で、はい、でちなみに去年出たのはアルバーノプログレッソというのが同じ強制性の端末で出たんですが、今回はアルバーノという名前です。一応型番的には L01 という名前もつくんで、まあ、細かく分けて言うんであればアルバーノ L01 という名前になると思います。いろいろ特徴はあるんですが、結構、有効な手段としてはバッテリーが結構でかいです。2700mAh なんですが、実は、もう一つ特徴があって、急速充電対応。あ、だから電池がないって時には電池アダプターにちゃんとつないでいただければ、急速充電時には30分で 50% のところまで回復することができると。急速充電は AC アダプターだけではなく、卓上ホルダーにセットした時にもちゃんと効果があるので、朝急いでるよって時もガチャッと卓上ホルダーを置いて、でちょっとまあ女性の方だったらお化粧してとか、男性だったらまあひげでも剃ってってして戻ってくると、はい OK って状態になるんで、まあそういう使い方をするとできる機種かなと。省電力ナビという省電力機能とかもありますんで、かなり内容的にはよくできていると思うんですけども、その他、アルバーノらしいネタでいうと、当然ここも例によって京セラお得意のスマートソニックレシーバーで相手の音が非常によくクリアに聞こえますし、はい、あと今回の端末で一つ話題になっているのは、スマートフォンの初心者の方にも分かるように、うん、通常の、まあ、普通のメニューに1枚かぶせているのはこういう、ね、1枚画面があって、はい、でここから例えば、まあ、使うような赤外線電話帳を合わせ方がすでにアイコン化されていて、うん、でまあここで設定とかすると設定メニューになるみたいな、こういうちょっと 一段かませたものもあるんですけれども、はい、もう一個あって、実はその完全にこれはスマートフォン初心者向けなんですが、はい、エントリーホームという機能があります。ホーム画面にショートカットがあるので、ここで設定していいですかってやるとポンと出てくるんですが、これでメニューを出すとですね、こんな感じででかく表示されますと。文字もでかいし、項目もこんな感じなので、でスクロールも一切ないので非常に分かりやすいと。リスト表示になっていて、まあ、データフォルダとか地図とかのデータフォルダとかビデオとかでこういうあるので、こういう形で使うことができます、うん、電話帳なんかも、非常に検索はしやすく、はい、各行の各段から、検索できるようにしたりとか、うん、そうですね、その他にも京、まあ、セラお得意ですけど、スグ文字なんかも、はい、ちゃんとサポートされてますと。カラーも今回のモデルの中で非常に多くて、実は4色、はい、で、まあ、今日ご紹介しているのはこれホワイトですけども、うん、アルバのシリーズでその歴代のモデルもいくつか出てきているグリーンがまだありますんで、うん、この辺が好きな方はここに行っていただけると、まあ、僕と同世代が僕よりちょっと上ぐらいの方で、シニアの方でスマートフォンそんなに、まあ、あんまり構えないで持ちたいよねっていうような、まあ、大人な方には結構おすすめのモデルではないのかなという感じがします。はい、はい、じゃあ続いて、はい、サービスとかの、はい、そうですね、話をぜひ、はい、はい、先生、続いてなんかサービスとか の、はいはいはい、何かありましたら、ね、はい、そうですね、いろいろお話はあるんですが、はい、まあ、今回、発表された中でいうと一つ、まあ、鍵になってくるのはスマートパス、なんですけれども、はい、まあ、今までもスマートパスを提供して au スマートパスを提供してきたんですけども、ちょっと内容とか見せ方を変えるお話がありますので、それは何をするかっていうと、今時 の、 そのこう例えばこう、そうですね、こうブラウザこうちょっとまあ内容若干違うんですが、例えばこう 今時のこのブラウザで見る格好でウェブページとかを見に行くと、こんな感じの、これまあ au のこのスマートパスのトップページなんですけども、こんな感じでこうね、
普通にいわゆるパソコンのホームページと同じで、なんかリンクがあってとかバナーみたいなのがあってボタンがあって押したらみたいな感じになってますと。でこれはこれでまあ普通にねホームページ見慣れてるから別にこれ全然 OK なんですけど、こうじゃなくてあのちょっと形を変えて、例えばその飲食店でもらえるクーポンとかピアが提供するとの提供でやる会員向けのイベントとか先行チケット予約とか、そういうちょっとお役立ち系 の、 その時系列に沿った話題をここに表示したいと。でただそのまま表示するんじゃ面白くないんで、あのタイムライン型ツイッターとかフェイスブックみたいにこうまあこうなんか吹き出しみたいなのがいくつもいくつもいくつもなりますと。その中で気になったのあったらピッとやるとその中がパッと表示されるというタイプのものをやりましょうということで、このタイムライン側をやっていきましょうと。これはあのまあなんだよく昔からよく言ってるんだけど、いわゆるそのネット上の話とリアル の、 そのお店とかの情報を連携させる意味でも非常に意味があるので、これに関しては今後クーポンも含めて積極的に取り組んでいきましょうということで、このスマートパスのまあちょっと新しいタイムラインというのが6月からだそうですけども、結構注目されるのかなと、こういうものが出てきます。それからまああとそのスマートパスどうやってやっていきますかみたいな、そのいろんなお話をですねユーザーと一緒に協議して作っていくスマパス総会みたいなのもあるそうで、ここでも面白い取り組みかなと思います。みんなで一緒に作っていきましょうという考えですね。それからもう一つ、これは結構重要な話題なんですが、やっぱりスマートフォンを使って今買った人たちを周り見てみると、買ったはいいけど使って分かんねえよとか、ここをなんかもうちょっと知りたいんだけどとか、いろいろそのお話はありますと。いろんなお話がある中でその使いこなせてないなと思う人たち の、 その気持ちに応えるためにですね、ちなみに au の調査によれば、初期設定でつまずいたとか、まあスマートフォンの使い方を相談できる人が欲しいとか、スマホを使いこなせない、ないなと思う人は5割6割といらっしゃるそうなので、じゃあそこをサポートしていきましょうということで、au スマートサポートというのを開始しました。でそれは何をするかというと、スマートサポートセンター24時間体制で、対応してくれるそうです。まあ、ただあの深夜に関してはこれはあの予約制での利用ということになりますけども、対応してくれるそうです。で、盗難紛失にあった場合はリモート6位置検索とかで、対応してくれるそうです。さらにいやもうちょっとしっかりその勉強させてくれないかということで、そういうそのまあ勉強したいなと思う方のためにスマホ訪問サポートと、まあ、まあ言ってしまうと家庭教師だな、やってくれます。すごいですね。はい、で、まあ、こういうのもありますので、会員特典なんかもあるんですが、まあ、これはご自宅側に伺って操作なんかを説明をして1時間ぐらい講義で教えてくれるそうです。まあ、さらに、もう一つはスマートフォンのレンタル、お試しレンタル、要するに今まで使ったことない人が、まあ、レンタルで試してみたいなっていう時はレンタルをすることができるサービスもやるそうです。でさらにこの会員になった方には、いわゆる市販の機種別の解説書、残念ながら我々の本ではなくて、よその会社さんの本なんですけども、それを提供する形になっているそうです。でちなみに利用料金は加入月を含み3ヶ月間は、まとめて3150円、4ヶ月目以降は399円だそうですので、まあ結構あので、ちなみに6月6日からのスタートになるそうですけれども、スマートフォンをしっかりサポートされながら使いたいという人にとっては一つ選択肢としてはあるんですけど、まあ法輪的に言うと、まあ au の書籍はもう書くのは嫌かなみたいな感じです。書かねえぞみたいな感じでですね、まあでもあの非常にサポートを取り組むという意味で、ちなみにこれをやるからといって、お店での初めて買った時のサポートをやらないっていうわけではなくて、それだけじゃ物足りない人がもっとサポートを受けたいという時のための、まあ、いわゆるプレミアムサービスみたいな形の位置づけだと思ってもらうと分かりやすいというお話でした。この辺がサポート、スマートサポートと、もう一つはそのスマートパスの、新しいタイムライン以外の話ということで、この辺がサービスの特徴ってことですかね。以上で今回の AE の発表は、おしまいということになりますが、いやまだ何か忘れてますよ先生。何か忘れて何？え、ほら、なんで今回4機種なのか、ちょっと今からあの田中社長に聞いてみますかね。一緒にですか？いいっすよ、全然囲み取材であの顔見てるぐらいしか知らないですけどね。なんで4機種か、まあこれちょっとこれも携帯保守の言語に書いたことなんですけど、簡単に言っておくと、まあ言ってしまうとですね、去年の秋冬に出たモデルが結構、まあ、10機種まとめて出たんだけども、実は春先まで来てそれなりに継続してずっと販売してると、でここに6機種も8機種も10機種も突っ込むと在庫がたくさんになっちゃって、お店の中もだいぶしちゃかめちゃかになっちゃうんで、
まあ、ちょっと絞ったのかなと。じゃあなんでその10機種はうまく売れ続けてくれなかったのかっていうと、うん、はい、まとめて出しちゃったんで選ぶのが結構偏っちゃったのと、あともう一つはやっぱ販売店が最近 iPhone にばっかり力を入れてるので、若干そこは歪みが出ちゃったのかなと。今回は4機種ではないかな、僕の勝手な予想ですが、あと2つぐらいはあったんじゃないのかなと、うん、でその2つぐらいはきっとまあ秋とか冬とかに持っていくのかな、また持ってくのかなって感じはします。わかんないですよ、これは勝手な推測ですからね。ということで、まあ、あの数は少ないですけども、うん、冬モデル秋冬モデルから、まあ、続く形で一部、うん、あの出てるものはまだあの販売されるみたいですから、それも合わせて、はい、あとフィーチャーフォンがないのはね、ちょっと全くなしっていうのは、うん、ドコモとか色数足して出してるぐらいなんで、うん、もうちょっとその辺はなんか考えて計画的にやりませんか KDDI さんって感じはするんですけれども、うん、ちょっとその辺が僕も個人的には不満だったかなという気はします。4機種は確かに少ないよねっていう、うん、でもその代わりに何だろう、うん、内容をこう凝縮して、うんうん、なコンセプトが使いこなすためのっていう意味での4機種でもあるのかなって。そうです、だから本当に厳選された4機種なんで、濃度の高い4機種だと思いますんで、うんうん、まあ、この辺はぜひあの順番に。ちなみに au は東京の KDDI デザイニングスタジオ、はい、名古屋の au 名古屋、うん、さらに大阪の au 大阪で、すでに一部機種を展示して、タッチアントライできるようになってますんで、ぜひそれぞれの、ショールームに行っていただいて、はい、お試しいただけるといいのかなということでございました。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、今回は au 2013年夏モデルの発表会特集でしたけども、内容の濃い4機 種、はいはい、でございますが、はい、それぞれにあの個性はしっかり分かっているというか、うん、まあ、分かりやすい端末ですので、はい、それぞれのユーザー層として合う方はぜひ、うん、まあ、チェックしていただけるといいのかなと、はい、これじゃなきゃいけないというほどではないんですけども、うんうんうん、個人的に言うとちょっと心配なのは、その女性の方なんかはちょっとこうもう少し華奢なモデルがね欲しかったかなって気がするんで、その辺がないのがちょっと気になるところではありますけれども、男性諸子は結構ハイスペックなモデルが多いので、まあ楽しんでもらえるのかなと思いますけれども、男性向けに。先生どれがいいですか？僕、僕ね結構今回悩んでるんで、フィーチャーフォンに戻ろうかな、じっくり考えたいと思いますけども、はい、あの乞うご期待ということでございます。はい、わかりました。